今日は秋のブルックトラウトを釣りに愉快に来ました。まずはこのホウキミの 50S でちょっと広く流れの中とかを探っていきます。あそこのあの木が生えてるあたりの対岸のまあボサ下近くに投げて、まあそこで一旦こう、これ今ダウンなんでルアーをちょん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 ってこう流針探りながらで手前側の岸を攻めつつ回収してくるような感じでやっています。ノン。で今日使っているロッドが、今テストしているフエルコの、4フィート台の4ピースの軽流ロッド、トラウトに特化したタイプの、まあ、ライトなロッドを使って、でリールが、シマノのステラ2000番のハイギアを使ってます。でラインが、PE06 がメインで、リーダーが、これはフロロの6ポンドで、ルアーがシンキングミノーですね。ホウキミノーっていうシンキングミノーをまず投げて広く釣ってってる感じです。で湯川は結構あの上流、まあ、中流下流みたいにざっくりエリア分けるとかなりあの形相が違くて、今やってるこの上流っていうのはあんまり高低差がない、なんかこういう結構緩い流れがグネグネっとしてる場所が多くて、で倒木とかが結構多い、なんかどっちかっていうとストラクチャーみたいなところを打っていく釣りが多くて、でなんか中流はもうちょっとなだらかで緩い、もっと緩くて浅い場所も増えてくるんで、なんか軽いスプーンとかでも流れを釣るような感じだったりとか、背についている魚を釣ったりもするし、あと水草に隠れてる魚を狙ったりして、で結構下流は結構なんか山岳渓流とまでいかないですけど、ちょっと高低差があったりすごい流れにメリハリがあるところが多いんで、なんかこんな風にこうダウンでのんびり流すというよりかはなんか普通に釣り登っていくみたいな感じの場所が多くて、そういう釣りがメインになります。釣れね。でこういうなんかちょっと流れが当たって、なおかつこうなんだろう、少し縁見たくなって水深があるようなところが結構ホウキミノーは使いやすくて、こう木の対岸近くとか木の沈み物を下に投げて、こうやって対岸中層をちょんちょんちょんって移動距離をあんまり出さずに漂わせながらトウィッチ入れるような感じで、で他の渓流ミノーみたいに速いピッチでちょん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 って探るというよりかは、これ結構ダート幅が強いのをこう生かしてイワナとかのリアクション入れたりとか、こうなんかスイッチが入って最後まで追ってくるみたいなことが多いんで、なんかトイッチのペースはこうパン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 というよりかは、なんかトン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 ってルアーちゃんとダートさせるようなイメージで使うと渓流とかでは使いやすいかなと。ちょっとボトム系のルアーを沈めて一回様子見てみます。スミスのボトムノックスイマー2に変えて、ちょっとミノーであんまり中層反応なかったんで、もうちょっとボトム寄りを進めてみたいと思います。でこれはもう完全に一回ボトム取るような感じで、でボトム付近を流れに乗せながらダートダートで、あ見てる、うわー40ぐらいのレインボーが2回ぐらいやった。もう一回投げてみます。なんか微妙になんだろう、リトリーブをほぼしない分、その糸の長さ変わらず着水した場所次第でその後流れていくコースが変わっていくから、同じなんだろうな、同じ縁を攻めるんでもちょっと距離感だけ変えて
こう流し込む距離を変えてもらえるとすごいやりやすい釣りです。わあ、反応しなくなっちゃったな。ちょっと今上流側に投げて、今度ダートさせながらこう流れに乗せていって、上流から流れてくるものとかをこう待ってるような魚を狙っていきます。なんか下流側に投げてダートさせる時と違って、上流投げる時は糸付けを程よく回収しながらこう毎回ボトムを叩いてくるようなイメージ。きた、あーあ、ちょっとやっぱりあのボトムにべったり張り付いてますね。で、あのバラしちゃうと結構しんどい時が多いんだけど、ブルックって本当に10匹ぐらいの群れで流針とかにびっちりいる時が多いんで、1匹釣れてすぐ投げたところは結構調子がいい時は 2,3 本そのまま当たったりするんで、ただ今みたいにバラしちゃうとね、あのもう全体的にこう警戒しちゃって食べなくなったりします。まさにそんな感じです。ちょっと動きます。対岸の木が生えている根元のところに流針がこう向こう側に当たって川がこうベンドしているところで、その木の下流側とか落ち込んでいく先にまた水深があるところがあるんで、まあ、そういうところをちょっと上から順々にルアーを流し込んでボトムを探っていきます。ここはまあサクッとで、本命側の流れが巻いてるエリアなんで、あの対岸の緩いところにルアーをもう直接入れます。でああいうところでもう魚落っこってきたらもうすぐ餌を食べるっていう準備をしてる時がほとんどなので、本当に1回目のキャストのなんだろう、落ちどころがだいぶ大事な食ったー、かかんなかったっすね。ちょっとあそこの流れ緩いところをちょっと何箇所か角度変えて打っていきます。ほんと食うときはね、ボトム取ってもう持ち上げた瞬間ぐらいにココンって入るときもあるし、逆にあのこうやって流していって流針側に入るところまで追っかけてて食べるっていう時もあるんで、まあなんかボトダート系のルアーを使う時はあの動きを止めないというか、結構一定のリズムは崩さずに、ダメっすな、強い流れが落ち込みみたくなってて、結構水深がグッとあるところでだいぶあのこうクロスして木とかが沈んでるんで、かといってもあそこまで入っていくと魚が逃げちゃうから、まずちょっと上流から本当にあのリーダーの部分を沈んでるあの木に引っ掛けるぐらいな感じで、魚の鼻先にルアーを流し込んでいくようなイメージでちょっとまず投げてみます。今ルアーずっと見てたけど食わなかったっすね。で今このテストしてる竿なんですけど、本当にあの 1g 前後の 1から 1.2 とか、軽いのはまあ 0.8 とかでも、まあ渓流なんてそこまで軽いのは想定せずに 1.5g ぐらいのスプーンから
まあ重たいのは、まあ、5グラムとか6グラムいかないぐらいまでのちょっとサイズ大きいミノーとかまでを、まあ、源流から渓流域でこうストレスなく使えるようなイメージの使い方で今ブランクスを煮詰めていってるところで、で湯川みたいなこういう川幅があんまりないような小規模の渓流だったりとか、魚のアベレージがまあ尺マックスぐらいを狙ってるようなところでも魚をこう全部弾いちゃったりとか、そういうことがないようなセッティングを目指して今いろいろなところで釣りをしてます。あー、食った。いやー、食ったというよりかは食べようとして翻して返していったっていう方が正しいんですけど、なんかでもさ、温度下がって良くなってる魚とそうじゃない魚両方いそうだよね、こういう時期って。13度ぴったりぐらい、まあ、多分今徐々に徐々にね、冷たい雨とかが降るたんびに水温が下がっていってるところで、ミノーとかを活発に追っかけてくるよりかは、本当に魚がいるところ、魚の鼻先にピンで投げてあげて口使わせるっていう方が、まあ、いいような温度というか季節ですね。ちょっとこういうセミタク、流れが思いっきり当たってるところのボトムなんかにもね、魚がべったり張り付いて餌待ってたりするんで、こういうところから何箇所か釣り上がってみたいと思います。と思ったら来ました。よいしょ。やっぱりボトムべったりにいたっすね。よいしょ。はい。ブルックトラウトが釣れてくれました。いや、なんかこの秋らしいというか、水温が下がってくる、秋に向かってくると、なんかそれまでピンクっぽかった魚とかもこういうね、オレンジ味が強くなってくる魚が増えてくるんで、ヒレとかも。で、これかなりもうブルックトラウトらしい綺麗な魚。いや、とりあえずなんかそこそこのサイズのすごい綺麗なブルックが釣れてくれたんですけど、今のはなんかチャラチャラという背の流針が少し広がってくるようなところではあるんですけど、あくまで水深はもう20センチ切ってるような場所で、でそういうところにべったりボトムについてる魚を狙って、ボトムノックスイマーで毎回必ずこうボトムを叩いてくるイメージでやってる時に、ちょうどルアーが浮いた瞬間にゴコンってバイトがあって入ってた感じですね。あ、倒木の下についてましたね。ああ、またすげえオレンジで綺麗な魚だ。背中の模様がすごい綺麗。なんか秋になってくるそのタイミングっていつもこういうお腹がすごいオレンジなのが多い気がしてて、なんかいかにもブルックっていう感じですごい綺麗ですよね。ちょっとああいう倒木の下に関してはもう上流側からもう流し込んでいく感じで、ダウンに向かってこう、フローティングミノーなんかをある程度流し込んでから動かすっていうのもありです。
で、こうやって糸をこう送り込んでいったりしながらバイトを取っていくような釣りはやっぱりベイトキャスティングの方が有利な場合もあるんですけど、まあスピニングでもいないですね。ちょっと今日ボトムの魚よりも背にべったりついている魚の反応がいいので、こういうあんまり大きくない流れのあるところもちょっとボトム丁寧に魚がいないかやっています。こういうところはボトムのスイマーじゃなくて 2g ぐらいのスプーンを巻いたりする釣りもすごい有効です。これかな。ちょっとここまでやってて、すれ違う先行者の方とかがスプーン投げてる方が多かったんで、逆にミノーとかボトムノックスイマーでスプーンで、まあ取り損ねてる魚がいたらなと思ってスプーンじゃなかったんですけど、ちょっと流れが強めのところとかをさらっと引いてこれるような感じで、ちょっとスプーンをここで投げてみます。これはクルセイダーの 2.5g、まあ、こういう小渓流にしてはちょっと重ためかなっていう感じなんですけど、まあ、流れが強いところとかでもあんまり浮きすぎずに巻いていきたいときには、まあ、2g から本当に重いときは 3.5g 使うときもあるんですけど、ここも結構今日は背の反応がすごいいいんで、普段だったらちょっとパスしちゃいそうな背も今日ちょっと増水気味で少しだけ水深があるんで、さらーっとスプーンで魚がいないかどうかやりながら、結構ここなんか左側に背があって右の流針がちょっと水深があるので、多分そういうところに絶対魚はいるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと今のところスプーンは反応ないですね。ちょっともう一回ボトムノックスイマーに戻します。こういう倒木の下とか下流側上流側両方ですね、魚がやっぱりその下について、あ、チェイスした、いました、ブルック。やっぱああいう木があって影があって流れがちょっとでも巻いてるところっていうのはやっぱ魚がいるんで、丁寧になるべくキワキワを狙って、いや最初チェイスしてきた魚がいたけど、ちょっと浅かったですね、追いが。こういうもう本当にカバーの中みたいな、ああいう倒木の人とかにも魚って結構いるんで、もしまあ可能な距離感だったら、まあ根掛かり恐れずにああいうところも深く入れると結構魚は口使うことが多いです。あ、今ちょっと使いそうになった。すごい速い動きにちょっと反応する魚が、飽きられちゃったかな。一瞬口使ったな、また今2匹いるな。2匹ルアーをたまに見に来ますね。やっぱりここは結構エントリーも楽なところで、いろんな人が入ってるかもしれないから、ちょっとルアー見慣れてる感じかな。ちょっとここ木が倒れて地形が変わってるみたいで、流れも随分変わったんですけど、なんか魚がね居つきやすそうな感じ。あー、今バイトした。魚いますね。
いやー、だいぶ可愛いけど、がっちりバイトしてきましたね。すごい小さいけど、これはこれで、うっすらパーマークがこう残ってて、青い感じの。綺麗ですね。このヒレ、濃いオレンジのヒレと、この白いね、縁取りがすっごい綺麗、なんかブルックトラウトの特徴で。この腹びれとか尻びれのこの白い縁取りがすっごい綺麗ですよね。で、ここも流れが思いっきりこう曲がりながら巻いてて、結構流れは強いんですけど、すごい流れ、深さがあるので、こういうところはなんかこういうボトム系のルアーはすごい強くて、よし、いいの食いました。よし、よいしょ。ああ、これは大きいですね。28級ぐらいある太いブルック、やったー。よいしょ。いやー、いいかた。すごい、めちゃくちゃいいとこかかってますね。もうここにかかったらもう外れないみたいな、かんぬきにぐさっと。よいしょ。いやー、元気。いや、太い。いや、太いわ。で、結構このサイズになってくると、もうオスは鼻ががっつり曲がってきたりして、もっとオレンジ強くなるイメージがあって、多分これは顔がちょっと丸いというか優しい顔してるんで、メスなのかなと。で、これ今日釣ってる魚たちの中で一番ピンクとか紫が多いタイプで、これも。このあと11月12月産卵期になってくると、みんなもっとオレンジとか真っ赤っぽい色になっていくんですけど、いや、かなり綺麗なブルック。これヒレがこうやって治ってはこうさ、傷ついて再生してっていうのを繰り返したようなヒレのエッジしてる魚はまあ大体メスだったりもするんで、すごいねこれね。毒々しいよ。虫食いも見事だし、濃い色が。背びれもすごいよね、この虎柄というか。すごい魚。いや、なかなかサイズ見なかったんですけど、最後にすごい綺麗ないい魚が出てくれてよかったです。ああ、名残惜しいぜ、だいぶ。ありがとう。